その昔、この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありました。教育受けることも許されんのですか。私たちの命って。あなたの言葉で書くべきだ。よーい、アクション。皆さんは神謡聖伝のあのシマフクロウの歌というのを教科書でかなりの方が読まれてるんですね。ただし誰も音は聞いたことがないんですね。そのシロカニペランランピシカンコンカニペピシカンってやつの音も残ってないんですね。でそれでいたんですけども、あるおじいさんだけがこの節を覚えてたんです。でそれを今回島田さんに復元していただいた、その意味で皆さん方からすると初めて聞いたんだと思うんです。でまた、島田さんにやっていただいた他のものも、私が耳で教えてもらった節を今回上演してもらったんです。ですから今回やってもらったのは録音にはないけども口伝えで覚えていた人たちのやつを、採用してね、それで、音として復元したということなんですね。私は教えてもらったから自分で覚えてて、私も死んでしまえばこれ終わりなんですね。だけど映像という中にそれが残っていくということがとても大きな意味かなと思うんですよね。朝倉のことあんたスクパシの息の生きあんるやに起こるか、おろた、タポロワのフシコパタネヤカフシコエチキネの息だから、泣いて喋っててもエチキで切らないと。エチキですね。アシカイオセナーポン。そういうようなことが今回再現できたっていうのは、私にとってはなんか一つ型の荷が降りたような気がするんですね。約束事ではないんですけど、きっと私に教えてくれたじいちゃんばあちゃん方は、ああよく残してくれたなって言うんではないかなと思いますね。アイヌ語がね、こういう映像の中に、盛り込まれたことと、それから、島田さんという島田さんが代表してますけども、アイヌの人たちに伝わった伝承がとてもこう心に響くような演奏してくれたというか、上演してくれたのが、私にとっては生で皆さん方が、アイヌの人たちの接することもなかった人たちの、節とか音とかをですね、堪能していただければいいなというふうに思います。そういう意味でまた新たな目で、アイヌ文化を見ていただく、あるいはアイヌのことを知っていただく機会になればいいかなというふうに思いますが。